ちは。全然。あ、ワイヤー切れてるっすね。うん。うん。お願いします。今日できたら今日って取りに来られそうですか？いやでも仕事が9時までだから今。明日やったら取りには来てあります、うん、とりあえずやっときますし、で多分ねもうこのアウターワイヤーっていうのもだいぶ古いんですよ。オッケー。選手もアウターとインナーと一緒に変えようかなと思いますし、うん、オッケー。いくらぐらいになっちゃいそう？1万3000円ぐらいですね。OK。 アウターといいな。アウターといいな。シフトとかは重ないですか？うん、重ない。もう重たいですよね。もうだってもう重たいというかもう硬い。今はね、普通だったら何も問題はないけど、ただ今は多分もう何回しててもできないから。いや予算があんやったらもうこの際シフトワイヤーもアウターごと全部変えたらすっごい乗り味よくなる。どっちかというと、どっちかというとその1の時おーの方がどうしたいなというこの100キロの人にボーアップよりはもうバイク、まあこれ愛着があんやったらね、どっちの方がしやす、どっちの方が安い、トータル的にボーアップと何他の買うの、ちょっとビッ、まあ、スモールボディじゃなくて最低でもボアアップやらすんまして、ちょっと排気量上げるんやったら40は絶対かかってくるんで、だったら車体ね40万ぐらいで、こっち側もそのボアアップってやり方2つあるんですよ。外側からできるギア比の変更、ギア比の変更、うん、それやったらまだ比較的安いんですけど、あの乗り味がだいぶ変わってきて、やっぱりエンジンの中に入ってるギアも一緒にいじった方が、全ての1速から4速の各ギアをちゃんと使えるようになるんですよね、うん、で外側からのやつはすごい世話しないギアチェンジをせんと、うん、あの走らないんで、まあ別にそれでも走れんことはないですけど、おすすめはやっぱりエンジンの中のギアも一緒に変えて、もう全部ワンセットで、うん、ヘッドを全部、そうそうそう、でそれやったらもう基本エンジンオーバーホールと一緒なんですよ、やることは、うん、だからエンジンオーバーホールで、まあもちろんブレーキも変わるかもしれませんね、まあブレーキとかもそんなんも悪かったら変えたりしていく、あ、まあそういうの前提で、まあ基本エンジンオーバーホールで約20万なんですよ。であとはシリンダーとピストンとその、うん、キット代が確か、うん、まあ2万とか 2、3万、25、うん、だからまあ約25ぐらいはエンジン開けてギア比変更してボアアップする、25万、まあ半分ですよね、うん、まあそれやると別に全然これも問題なく走れますし。 OK、わかりました。まあ、とりあえずこれで。できたらまたメッセージ入れますし。これも言っていいですか？はい、ありがとうございます。です。じゃあちょっと、闇待ち。降っちゃった。あ、いいですか？わかります。ありがとうございます。お願いします。Kabel koplingnya putus. Ganti kabel kopling sama
ya ganti semua set kabel kopling sama setting sedikit. Oke. Okay. Berarti besok ambil lagi. Besok baru ambil. Karena gue hari ini mau langsung kerja. Hujan lagi guys.